はい。皆さん、こんにちは。ワナリフルビジです。では、今回は、帝都の月刊スリーパープキット PC 版、レイデオ機械戦シナリオの続きプレイしていきたいと思います。前回、ビアクを攻略してですね、この後、ウェワク、ラエ、ポートモレスビと、進軍をしていこうと思っていたところなんですが、ラバウルに敵の航空艦隊から空爆を受けています。ラバウルはこれまではですね、ポートモレスビとか、そのあたりからの空爆はあったんですけども、航空艦隊、敵の空母からの空爆は受けていなかったので、この海域の近くに敵の艦隊、アメリカ軍の艦隊がいるっていうのは間違いない状況になっています。で、我々の艦隊はというとですね、今第4艦隊、これ今ダバオに向けているんですけども、これは陸戦隊をね、再び補給するために、ダバオに入れています。で、他の艦隊はというと遠いところにいるので、このラバウルに敵の艦隊がやってくるという状況に対応することができない、状況です。なので、まずは、この潜水艦隊をね、急ぎラバウル方面に向かわせて、後追いで、残りの艦隊もラバウル方面に向けて敵と艦隊決戦をして、その艦隊を撃滅するというのを目標にやっていきたいと思います。では、時間を進めていきまーす。続けてラバウルにアメリカ軍の艦隊の航空隊の攻撃を受けます。その数18。まだ遠いと思いますね。遠いところにいると思う。ただ連続で攻撃を受けるので、1個艦隊というわけではなくて複数の艦隊。最低でも2つ。2個艦隊が入っているのは間違いないと思います。で、我々の方もですね、空母艦隊出します。とはいえ、まだまだ遠いところ、クレを出港したばかりなんですが、小沢艦隊。第6艦隊と第10艦隊を統廃合してですね、第10艦隊から空母を全部引き抜きました。第6艦隊は、グアム・サイパンの攻略戦で、軽空母3隻を失っているので、それを補填する形ですね。正規空母は残念ながら随格。あとはシナノのみ。残りは、空母。3隻入ってるんですけども、いずれも軽空母になっています。これを急いでまず美薬に入れて、美薬からですね、ラバウルの救援を行う。あとトラックにも航空隊を増強しましたので、ラバウルの救援を行っていきます。で、美薬の方にも今航空隊増強しましたので、敵の艦隊発見したらこれの攻撃に移ります。で、上枠の方なんですけども、航空隊の数そこまで多くないので、隙あらばこの上枠もね、攻略をしていきます。で、上枠の方なんですけども、飛行場の破壊が完了しました。この後は、ビアクから断続的に空爆を行って、要塞と守備隊を削っていきます。続いて、アメリカ軍の航空艦隊もかなり接近されてますね。153機がラバウルにやってきてるので、だいぶ近い位置に、すでに敵の艦隊ありと、さらに70機。2個艦隊いるのは間違いなくて、あとはその後続がいるかどうかというところと、目的がラバウルでその次がどこかというところですね。残念ながらこの感じだとラバウルの救援は間に合わなそうな情勢なので、ラバウルの次を考えた、まあ、作戦というのをですね、頭に入れておきたいかなと思います。敵の艦隊の陣容見えました。空母1。戦艦5、巡洋艦10、陸戦隊が8、これが第2艦隊ですね。もう1個艦隊がいると思うので、その艦隊もね、この近くにいると思われます。ラバウルは陥落です。ここは手を緩めずに行きましょう。ではトラックから敵の艦隊攻撃できますので攻撃していくか、あとはラバウルを叩いておくか、ちょっと悩ましいですが、一旦敵の艦隊を叩いておきますか。空母1、戦艦5、巡洋艦10のアメリカ軍第2艦隊ですね。さらにラマウルの方には敵の艦隊、空母3、戦艦3、巡洋艦6。これが今ラバウルに入っているんだな。だっ
ったらラバウルを空爆して、敵の艦隊を叩きたいですね、ここで。停泊中の艦隊を叩くのが一番簡単楽ちんですからね。さらにアメリカ軍の艦隊ですね。もう一個空母さんの艦隊が入ってるね。なので、もうアメリカ軍は完全に空母艦隊が再建されたと。まあそういう状況になりつつあります。空母3戦艦3巡洋艦6の艦隊。さらに、戦艦2巡洋艦1の艦隊。合計3つの艦隊がこのラバウル近海で作戦行動中に入っているようです。我々もね、ラバウル空爆して敵の艦隊をね、潰せるときに潰しておきたいかなというふうには思っています。では、アメリカ軍の艦隊、ラバウルに今、寄港中、停泊中の艦隊、空母3、戦艦3、巡洋艦6、主力のこの艦隊に空爆をかけていきます。ドラッグ基地からの攻撃です。損害出せなかったか。本当はね、空母1隻でも沈めておきたかったんですが、まあここはしょうがないですね。数がちょっと足りないですね。はい。ちょっと悩ましいところなんですが、おそらくクゼリン方面に引き上げ中のアメリカ軍の第二艦隊、これを空爆するのか、ラバウルを空爆するのか少し迷ってますが、確実にね、目の前にいる近いところにいる、アメリカ軍の第二艦隊、これを空爆していきます。はい。敵の直縁もそれなりに多くて戦艦一隻中破させるのが精一杯ですね。もうここまで来るとね、残念ながら日本とアメリカの間の航空技術の差がありすぎて、まあ、数で圧倒してない限りなかなかね、沈めにくいっていう状況が起きているので、まあ、粘り強くですね、攻撃を仕掛けていくしかないかなというふうに思っています。ラバウルからも撤退してるね、アメリカ軍はね。一度このラバウルを確保したら、まあ、深入りはしないというところなんだと思います。まあ、ラバウルは奪還できるうちに奪還しちゃいましょう。では、小沢機動部隊で上枠ラバウル両基地の攻略に入っていきます。潜水艦隊で一応敵を追跡しつつ、一旦敵がね、遠のいていくようであれば見切りをつけて、潜水艦隊もラバウル上枠方面に向けていきます。では、まずは上枠からですね、ラバウルだとどうだろう、何機出れるかだな。ラバウルだと2機。多分偵察機しか出れないと思うので、上枠を空爆しておきます。上枠はもう、要塞も削って、かつ、飛行場も削ってますので、自動選択コンピューター任せにしちゃいます。では、ヤマト、ラバウルに突入しましたので、ここからですね、ラバウルに上陸戦、砲撃、艦砲射撃を加えながら、陸戦隊を下ろしていきます。で、陸戦隊を下ろしたらですね、第2艦隊は撤退。トラックに撤収。敵の攻撃を受ける前に撤収します。はい。これでラバウル奪還ですね。ラバウルを奪還したら第2艦隊は、急速で、トラック、トラックっていうよりかはサイパン、グアムかな。トラックは今敵の攻撃を受けてもおかしくない状態なので、グアムの方に戻しましょう。で、小沢艦隊はこのまま上枠攻略を目指してもらいます。はい、上枠の基地攻略占領も完了しました。まあ、ただ一方でですね、なかなか厳しい状況になりつつあって、アメリカ軍が艦隊を完全に再編しているという状況です。なので、我々の方は動かせる艦隊が今事実上、2個艦隊、
グリタ艦隊と小沢艦隊だけなんで、一刻も早くね、この状況を打開したいというふうに思っているんですが、残念ながらこの船が足りないっていう状況はどうにもならなくてですね、まあ、3ヶ月から半年間ぐらいをかけてご覧のような、まあ、もちろん空母もそうですし、巡洋艦駆逐艦も増えてくるっていう状態ですね。なのでまずはちょっとこれを待たないとどうにもならないかなというふうには思っています。で、軍令部の方にちょっと今から顔を出しに行きましょう。せっかく取りましたからね。上枠ラバウルと金をもらいに行きます。23,000、大きいね。鉄が本当はねもうちょっと欲しいんですけどね。でコロンボ、ムーケンビル、いや両方とも厳しいけど、まあ欧州方面を一旦選択しときますか。この先臨時予算を大量にもらうというのは難しそうですね。でその上で国力おさらいしましょう。もう国家予算入ってきたので、お金はねドカンと入ってきていて、アルミにもある程度余裕があります。まあ、ただ技術力がねアメリカ軍に比べてカスなんですよね。これアメリカ軍なんですけど、まあ倍以上の開きがもうすでにあるという状況です。まあなので、まあ、これをねどういうふうにやりくりしていくかっていうことかなと思ってるんですけども、まずは艦隊の再編、これを進めていくしかないので、向こう4ヶ月から半年間の間はですね、今のような戦いで、時間を稼いで正規空母が上がってくるのを待ちましょう。正規空母降格総格、あとですねこの白格と降格っていう昇格型の5番艦と6番艦これも新しく発注してますので、8ヶ月後ですけど、上がってくる形になります。昇格型の5番艦6番艦になります。で、あとはねもう帝国海軍の総力を結集して建造中の二次型の大型正規空母1番艦風林火山、これが6ヶ月後ですね。何度も言ってますけども、これはエセックス級に対抗するために使った大型の正規空母になっています。というわけでですね、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回はですね、やっぱりラバウルが最前線になっているので、ラバウル、そしてトラック、ウェイキーっていうね、この太平洋の最前線、ここをしっかりキープしていくっていうのと、上枠からですね、ラエ・ポートモレスビーと進軍をしていって、ニューギニアを完全に占領下に置く。さらにガダルカナルまで取って、このあたり一帯の制空権を完璧にね、保持するというのを目的に頑張っていきたいというふうに思っています。では今回はここまでさせていただいて、次回ですねまたこの次をプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。